ご視聴ありがとうございます。ロストジャッジメント、裁かれざる記憶のゲームをプレイしていきます。お、ヤガミさん、うん、いえ、ヤガミです。はい、ヤガミさん。
ああ。私こうやって男の人と一緒に歩くのって初めてで緊張しますね俺もある意味こういう形で女の子と歩くのは初めてだよ。なんだかちょっと嬉しいです。周りの人たちは私たちのことをどんな風に見えてるんでしょう。それは純粋に俺も気になるね。みなとちゃん、その格好で暑くない？はい、大丈夫です。もう慣れましたから。まあそれならいいんだけど。むしろ冬なので暖かくてちょうどいいくらいです。防寒対策としてはバッチリってことか。おう。わかった。そういえばさ、
正直あまり実感ないんです。アルバイトも結局カムロップに入るだけですし。すみません、実は未だに地域振興課の室井さんの顔も認識できていなくて。みなとちゃん。え、どういうことですか？そんな人見たことないですけど。まぶたに目？これなんだけどさ。あ、なるほど、これか。ん？いいですね、これ。くだらなくて。それって…いえ、さすがに違いますよ。このアルバイトをしている人で許可された希望者は持ち出し可能なんです。いつシフトに入ってもいいようにと。まあ実際に持って帰ってるのは私だけみたいですけど。すごいじゃん。そうか。おう。ありがとうございます。そんな風に褒めていただいて、その嬉しいです。みなとちゃん。好きというか、コーヒーが得意じゃなくて、香りは好きなんですが苦いのが苦手で、だから選択肢があまりないんですよね。でも飲めるようになりたいなとは思っています。なるほど。そうしたらまた付き合ってくれますか？ありがとうございます。じゃあ手付金を。ありがとうございます。ずっと探してたんです。よかった。中身読みました？そうですか。じゃあ私ちょっと死んでくるので、後のことはお願いします。誤解なんだ。面白っ買ったですか？おう。お、実は私、お笑いとか大喜利とか好きで、いつもネタを思いついたらこれに書いてるんです。つまり？はい、何か思いついたら一人でネタを書いたりしてます。披露する相手もいないんですけどね。マジで？いいですけど、笑わないでくださいね。あ、いや、笑っては欲しいんですけど、なんというか。いやいや。そういうことなら、どうぞ。なるほど。みなとちゃん。え？
が飛びそう。面白いじゃん。本当ですか？他にはどれが面白かったですか？それ自信作なんです。よかった、受けて。文字だけでも結構伝えられるんですね。これってそれはお題メモです。街中で見たものを即興で謎かけできるようにいつも考えてまして、それでうまく思いつけなかったものは宿題としてメモしてるんです。でも最近は宿題減ってきましたよ。へえ。多分頑張ります。何かお題ください。とかけまして、一流大学と解きます。ん？入るのがとっても大変でしょう。なるほど。耳に手を入れる特別な作りなので戸惑いますよね。入った後は楽ちんなんですけど。ははは。私ですか？私は、なんだろう。はい、整いました。東堂湊とかけまして、覚え始めた外国語と解きます。ん？最初はさっぱり話せません。フォローありがとうございます。ノート、ノート、はい、整いました。ノートとかけまして、デートの約束と解きます。ん？破ったら修復するのが大変でしょう。それって…違いますよ。私はそんなんじゃないと思います。紅茶、紅茶…はい、整いました。紅茶とかけまして、ゴルフと解きます。ん？綺麗にカップへ入れましょう。なるほど。そうですね。すごいじゃん。ありがとうございます。でも、もっとひねったことを言いたかったな。ちょっとメモしておきます。みなとちゃん。はい、何ですか？何でしょう。はあ、だって、不意打ちは卑怯ですよ。そうなんですか？でも、確かにちょっと、すごく楽しかった。あれなんだけど。ああ、鴨
ムロ町漫才コンテストですか？いいですよね。私も見に行こうと思ってます。ミナトちゃん、私がコンテストに出るんですか？正気ですか？無理に決まってますよ。いや、笑顔？おう、そうでしたか。でも人前で漫才なんて一番私からほど遠いというか。ああ、そんなはっきりと。いやいや、大丈夫だよ。少し考えさせてもらってもいいですか？まだ心の準備が。おう。わかりました。みなとちゃん。そうですね、行きましょう。俺もだよ。ああ。ありがとうございます。はい。うん？